はいどうもみなさん、こんにちは。スターディーの河野玄斗です。今回使うのはこの計算式。6割2括弧1プラス2。この式ですね、一見シンプルに見えて、実はこの式によって多くの数学者を巻き込んだ派閥争いに発展してしまったんですね。今回はその派閥争いの経緯、そしてその着地点について話していこうと思います。すべてのことの発端は、ある台湾人が Facebook にて、この式を投稿したことなんですね。 で、その投稿にはアンケート機能もね、ついていて、この式の答えは1ですか、9ですかと、この2択のアンケートがね、ついてたんですよ。で、そのアンケートには非常に多くのユーザーが回答を寄せて、まあ、この1派と9派が綺麗に割れたんですね。それを見た台湾人の投稿者はですね、この1っていうのは間違ってて、9が答えなんだというふうに投稿したんですよ。 これが派閥争いの始まりだったんですね。これに対して一派の人たちは大ブーイング。まあ半数の人がね、一応支持してるわけなので、もうバチバチですよ。で、これをね、面白いと思ったメディアがこの問題をね、たくさん取り上げて、その度に一派と9派が分かれてと。まあそれが繰り返されて、どん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 派閥争いが大きくなっていったんですね。 で、その結果として数学者もね、巻き込まれることになったんですけど、数学者の中でも1波と9波が割れたんですね。で、何が面白いかって、計算機にこの式を打ち込むと、1波と9波が割れるんですよ。計算機によっては1、計算機によっては9というのが答えになるんですね。なので、この問題は数学者だけじゃなくて、計算機、機械までも頭を悩ませる問題だったと。 じゃあ気になるのが、この式の答えは1、9、どっちなのかっていう話なんですけど、それはね、それぞれの立場についてしっかりと見てから決めていきましょう。まあ、この1は非常に数学的な考え方。で、9は算数的な考え方ですね。それについては順番に見ていきます。まずは答えとされた9派の立場から。四則演算にはですね、まあ、ルールっていうのがあって、まあ、算数のルール。まず一つが、カッコの中を先に計算するですね。まあ当たり前。 で、二つが足す引くよりもかける割るの方を先に計算する。これも当たり前ですね。で、三つ目としては、かける割るが共存するときは、左から計算すると。こういうルールがあるんですね。これに従うと、この式っていうのは、まず、この括弧の中を計算する。3と。で、この2括弧コ1プラス2っていうのは、要は2、2かける1プラス2。まあ、すなわち2かける3なわけだから、 6 ÷ 2かける3と。で、まずね、割り算から計算しましょうと。3、3かけ× 3で9と。こういうふうに求めることができるわけですね。まあ、こういうルールがあるんだから、そのルールに従おうよっていう話なんですね。じゃあ、1派の人はどういう考えなのかっていうと、これは非常に数学的。こういう問題を考えてみましょう。6a2 乗割る2 a これはね、数学でよく出てくる問題だと思うんですが、これはね、 テストで出たら、もうこれ答えは 3a 一択ですよね。3a 一択。どう考えたかというと、6 a 二乗割る 2a っていうのを 2a 分の6 a 二乗と、こういうふうに捉えたわけですね。でもですね、さっきのルールに従って考えた場合、6 a 二乗割る 2×a で見てあげる。ね、2a ってだって 2×a なんだもん。 じゃあ、割るとかけるを順番に見ると、6a2 乗割るには 3a2 乗かけ a で 3a3 乗になるはず。でも 3a3 乗ってテストで書いたら絶対罰ですよね。このことからわかるのは、この 2a、これを一つのね、2a という一つの数字として捉えてるっていうことがわかりますね。2a という一つの数字として捉える。この 2a っていうのは、まあ、ここにね、文字が含まれてるわけなんだけど、この2っていうのは、係数ですよと。 あくまで 2×a というよりかは 2a という一つの数字。2は係数で a はその文字。これで一つの塊なんだっていう風に見てあげるわけですね。それを 6÷2 括弧一1プラス2について適用してあげると、この2っていうのは1プラス2の係数でしかない。まあ、だから2括弧一1プラス2で一つの数字として捉えてあげましょうと。そうしたら 2×3 が6で 6÷6 で1と。 こういう形になるわけですね。これが1派の意見。まとめると、この式の2カッコ1プラス2をどういう風うに捉えるかっていうのがポイントで、ここにかけるがないわけですね。これを結局2かける1プラス2っていう風うに見れるよねっていうのは9派一方で2カッコ1プラス2、これがもう一つの数字なんだと。ね、この2は係数でしかないって捉えるのが1派の人。 そういった意味で、9派の人は算数的で、1派の人は数学的だというふうに言えますよね。じゃあ、どっちの立場が正しいのかっていう話なんですけど、実はですね、面白いことに、1917年に論文があるんですね。この論文によると、実は、掛け算と割り算に関して、まあ、いろんなルールが決まってるので、特に、これっていったルールはね、理論は特にありませんよと。そして、例えば、先ほどの例、9A2 乗割る 3A みたいな場合は、イコール 3A。 これを 3a を塊として見るのはルールではなくてあくまで慣習だよと。もうそういうふうにね、使ってる人が多いからもうこういうふうに考えてあげましょうと。そういうふうに書かれた論文があるんですね。今回のね、6割2括弧こ1プラス2。これについて見てあげると、このね、掛け算割り算の順番に関する理論っていうのは特にないし、まあ、これもね、あくまで慣習なわけだから塊として見て いいし、見なくてもいい。なんなら、これね、今回 3a っていうところは文字が入ってますよね。文字に関しては係数っていう概念があるんですよ。ね、a の一時の項の係数は3だよと。じゃあ、この2括弧1プラスに文字が入っていない場合、係数っていう概念ないですよね。係数とは。なので、同じようにこの関数が適用されるとは限らないですよね。 ということで、このね、式の1派か9派かの派閥争いの着地点として、現在主流になっているのが定義不足だと。もう、こう片付けるしかないんですよ。例えば、1 0 ×二の値はっていうふうに問題出されたとして、いや、×、この定義って何よってなりますよね。いや、だから1 0 ×二だって、とかね、言われたとしても、いや、だから×って何よってなるわけなんですよ。 ま、そんな感じで、この掛け丸っていうのをちゃんと定義してあげないと、答えって当然出ないと。これと全く一緒で、この式についても、この2かっこ1プラス2っていうのが、2かける1プラス2を表せるのか、2かっこ1プラス2っていう一つの数字を表せるのかっていうのがわからないわけですよ。この式の答えはって言われても、いやだからこれどっちを表してるのっていう風になってしまうので、定義不足。これと10かけ丸2イコール、 っていうね、式が答え出ないのと全く一緒で分かりませんと。こうせざるを得ないんですね。ここからぜひね、学んでほしいことっていうのが、問題を出す場合っていうのは、必ず誰の目から見ても定義がはっきりしてるものじゃなきゃいけないってことなんですよ。で、さらに言うと、議論をするにあたって、定義が定まってないものをお互いがね、違う定義の中で議論ぶつけ合っても、結局ただ水掛け論になって、何も進展を生まないんですよね。 なので、この問題をね、解く場合っていうのは、この2括弧こ1プラスに、俺はこうやって解釈するよと、自分の解釈を付け加えた上で、この解釈の場合、9とか、この解釈で俺は解釈するので、答えは1。みたいな感じで、解釈ありきで計算してあげると、それはもうね、どっちも丸にならざるを得ないと。 実際にこれが主流だっていうのが分かるのが、例えば Google にこの式を打ち込んでみると、これ結果がね、9っていうふうに表示されるんですけど、よく計算式を見てみると、2と括弧一1プラス2の間に掛け算のマークが入ってるんですよ。これはすなわち、6÷2 カッコ1プラス2っていう式を Google としてはこういうふうに解釈しましたよと、しっかりと自分の解釈の立場っていうのを明らかにした上で、9っていう答えを出してるに過ぎないんですね。 なので、長い派閥争いは、ドローっていう平和な結果に落ち着いたというわけですね。ということで、今回シンプルな計算式から始まった派閥争いについて話してきたんですけど、まあ、今後もね、こういった面白い話たくさん取り上げていこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮っとしようっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。